こんにちは社会人事部長の長谷川充です。えー、本日の竹田洋一先生の日めくりカレンダーはこちら28日です。えー、営業マンの実力は訪問面会,、えー、面会件数67%に質は33%で決まる、えー。同業者より訪問件数が3割多くなる仕組み,づく仕組みを作れ、えー、ということですね。でまあ、やはり、あのー 物事というのは、えー、量稽古ですよね。量稽古って非常に重要と。だから質を高めることっていうのは量をやった後に、まに、あ、結果的についてくるものですね。まあ、もちろんあの基本とか原理原則とか、まあ、こういうことがベースにはあの置いとかないといけないわけですけどもその原理原則基本っていうのをベースにしながら、えー、量稽古ですね。何度も何度も繰り返しながら、まあ、ここで言うと、まあ、訪問件数を増やすと。 いうことですね。まあ、そうすると自ずとこう質ってのは上がってきましたね。まあ、そういう意味では、えー、こちらの方ことですね。まあ、非常にこう実践する価値のあることではないかなというところです。